皆さん、どうもよろしく、たらぼし、ドラゴン TK です。本日から、ステファイバンアーリーアクセス、来たんで、ポケモンが来たんで、やっていこうと思う。いやー、ずっと楽しみにしてたやつ。ハリーポッターのゲームってね、初めてないけどね。もう、ハリーポッター。メニューリーダー向こう。L にボタンで切り替え。何？何言ってん？何言ってん？あ、するよ。まあ、別にそういうのは、カメラの幽霊か。別にそういうのは別にどうだっていいんだが。ようわからんからね。最初の、このうちの、やっとこうかな。標準、あ。標準台。文字のサイズ大にしとこう。そうした方がいい。うん。見えにくいもんな、やっぱな。小さすぎるとさ。うん。なので、こうしていこうと。これだけかな。このまま、明るさ最大にしてやっていくよ。マチルダ・ウィーズリー。来たー !5 年生として。許可されましたことを心よりお申し上げます。新学期は9月1日より始まります。必要な学用品等はこちらにご用意してますので、白い道中にてお受け取りくださいと。 OK、 ゲームを開始。お、やっぱこういうところはさ、似せていかんた、ね、似せていかんとな。女性ちゃうな。女性ではないな。なんかほんの少し似てんのよな。過去の俺にこれね。過去の俺に。過去のって言い方よ。実際掘り深い方やからね。だからそれで似てるんかなって思うやろね。うん、感じ的にね。まあ、幼少時代のハリーポッターにはね、似てるんでね。過去というか、子供の頃の顔の、自分の顔がね、客観的に見て。うん。うん。これかな。うん。これが一番なんか、落ち着いてるかな。ほんの少し、多少、面影がある。過去の俺。過去の俺よ。過去の俺。実際こんな髪型しとったしな。投影していくぞ。投影していくぞ。目のところは多少似てるけどな。それ以外、微妙やな。花や花。花やねん。じゃ、違うねん。どこや？髪の色。髪の色は別に、もともと、茶色かったから。髪は。こんな感じかなと思うけれども。目の色。え、あれ？違う違う違う。あ、マジで？これマジで？ハードあるんだが、バランス取れたやつで行きましょう。最初は最初やし。うん。それでいいんちゃう？魔法使い。ドラゴン TK でーす。いやー楽しい。もうこの時点で楽しい。苗字えって。なるほどなるほどってなった。ってことは、ここに、っ
PK だけして、こっちで、ドラゴンとすれば、いいんじゃないかな、なんてね、思い出した。思い出したよ。うん、ドラゴン TK。こんな感じですね。爽快だったな。ただの蜘蛛の巣と埃、心配することないよ。最高でした。今後の授業、早くホグズミードに行きたいです。音声に確かに学生ですが、助けにはなるはずです。あー微妙い。爽快だったな。ただの蜘蛛の巣、こんだけしかないの。最高でした。確かに学生ですが、助けにはなるはずです。うん、爽快だったな。これやね。いや、てか、ちょっと待ってよ。眉はあんのになんで？目はあんのになんで鼻がない？鼻と口がなぜない？不思議。ならば、冒険を始めましょうかね。うん。ああ、二度押した。二度押した。もうちょっとキャラ設定の、これでようやく出発できそうだな。できればもう少し魔法を教えておきたかったが、教えた呪文は練習していたかね。もちろんです。おお、お下がりの杖にこれほど早くなれるとは夢にも思わなかった。自分の杖を持つのが楽しみだな。ありがとうございます。入学前から手ほどきしていただいて。おい誰か来た。お、エリエさん。ジョージ、ずいぶん分かりにくい説明だったと思うが、よく見つけられたな。どうってことない、姿現しで一瞬だ。とはいえ、1回目は目算を間違えたらしくてな。ウエストエンドの劇場に通う人々を怖がらせたかも。久しぶりだな。袋が届いた時、私はエリエザー、場所を変えて話さないか。そうだな、ホグワーツに向かいながら話そう。これから新学期の宴会と組み分けの儀式があるんだ。いい考えだ。君の連れさえ良ければぜひご一緒したい。問題ないです。乗りたまえ。ホグワーツは久しぶりだ。懐かしき岩のお城は今どうなっているかな。やば、世界観からも好きすぎるんだが。おお、飛んだ飛んだ。きっとこれ飛ぶことできるんやろ、あれさ。おお、なんかいたなんかいた。きっとこれ飛ぶことできるんでしょ。いやー、ずっと待ってた、ずっとこの時を待ってた。残り他のゲームは頭少しよぎってるけど、そんだけ関係ないです。アバランチそれぞれ言われる。あいなこのゲーム絶対楽しいやん。もう俺期待値やばいね。あまり期待せん、俺が期待値やばいね。やばいね、このゲーム。君がスコットランドに行く前に会えてよかった。そうだな。ところで、この若者は誰だい？新入生だよ。新入生？はい、5年生から途中入学です。驚いたな。いかにも、こんなに遅れてホグワーツに入るなど聞いたことがない。私もだよ。無論、他の5年生はすでに4年間魔法を学んでいる。校長から新入生がついていけるよう入学前に個別指導を頼まれてな。君は最高の指導者に出会えたな。フィグ先生は優れた教師であるだけでなく、直感に恵まれた類まれなる魔法使いなんだ。彼はお世辞が上手でね、魔法省で出世できたのはそのおかげかもしれないな。やびかな。こいつを読んだか。お、ああ、彼の脅威をどう見るかは意見の分かれるところだ。
ショーの仲間はなかなか信じてくれないが、私は奴を大いなる脅威だと思っている。それに君の奥さんなんだ。この件を私に警告してきたのかな。ミリアムが？どうやって？はあ、亡くなる前に手紙をくれてね。魔法省がランロクをマークしているか気にしていた。返事を書く前にこれが届いた。連絡はそれが最後だよ、エリエザー。届いた時には手紙の類はなかった。察するに。急いで送ったんだろうな、守るために。ランロクの手からな、開けられないんだ。どうやら強い魔法がかかっているらしい。ゴブリンの金属か、このシンボル。この光は？光など見えんわ。私もだ。ん？何？おお、俺にしか見えない。お、なんだって？どうやって？待て、何？おお、ドラガン！あいは見え、ああ、ああだめ。ああ！いや、やばい、地面すっぱちゃる。いや、俺多すぎね。いや、俺じゃねえ。うわ、怖えやば。ああ、惜しかった。影が。何が起こった今。そう、飛ばれ、食べられた、あの鍵。おう、大丈夫。びっくりしてる。怪我か。ちょっとだけ。ああ、足が。これをウィゲンウェルド薬だ。多少の怪我ならすぐ治る。マジか。ウィゲンウェルド。ん？ああ、下で回復ね。あ、オッケー。見えてなかった。見えてなかった。やば。どうも。ジョージが、まさかあんた、一体どういうことなんだ。飛んでいる場所を襲うだなんて。普通のドラゴンならそんな。先生、先生、ここは？わからんが、君が見つけたのはポートキーらしい。ポートキー？ポートキー？触ると他の場所に瞬間移動する道具だ。動けそうです。少し見て回りませんか？そうだな。だが離れるな。誰が作ったポートキーかわからん。注意を。注意を？ポートキー取ってたの？わかる。ドラゴンに食べられたんじゃねえの？いや、俺のことは違うよ。あの、敵の方の。炎を吐く方の。でけえ！広大やな。一体ここはどこなんでしょうね。馬車で移動したよりずっと遠くだ。ハイランド地方のどこかだ。先生、あの遺跡、ポートキーの目的地か。行こう。こんなことになるとは夢にも思わなかったよ。だがポートキーを送ったのには理由があるはずだ。ミリアムもジョージもこの鍵に隠された秘密のために命を落とすことになったのだ。君にまだ元気があってわがままを許してもらえる。少し調べさせてみる。もちろんです。よかった。ひとまず道を探そう。あの道の名残をな。うん。お、歩けるようになった。ん？うん。ああ、そういうことね。何か十字キーの上を押せるな。一体どこでポートキーを手に入れたんでしょうか。いい質問だ。
ミリアムは長年大昔に忘れられた古代魔術の証拠を探しているほう。あ、バスでジャブか、やっぱそこはあんまこのゲームとは変わらんね。古代魔術、ああ、ごく一部で使われていた強力な魔法だ。時の彼方に忘れられたはずだ。下手くそか。ジャンプよ。時短で踏んだらいい。古代魔術の産物で、城自体が古代魔術の砦となっている。あのポートキーの出所が一体どこかはわからんが、古代魔術と関係があると考えてよかろう。お、下に道があるな。こっちだ。そっちか。そっか。よいしょ。ですが、なぜ奥さんは失われた古代魔術に興味を？妻は強力な古代魔術が消えた理由を知りたがっていたのだよ。皆の役に立つはずだとな。だが魔法は所詮他の力と変わらん。本当に大切なのは誰が用いるかだよ。氷ですか？冷たくはないな。おそらく何かの魔法だろう。この先に行かせないためか。杖の練習の成果を見せてもらおうか。杖の練習、集中したまえ。どこ？ R2 で基礎呪文で、これでどうすんの？何、どうすんの？アルツ、は、何何これいや、わからん、死んだ。え、何これ、ん、何これちょっと待って、R2 を押してんねんけど、なんもないんやけど。何、どうすんのこれ。あ、なんか出てきた。なんか出てきた。なるほど。え、これどうすんの。え、積んでる、もしかして積んでる。ん？ R2 を押してるけど。は？なんかわからなかった。あ、そういうことか。曲がった。うーし。そういうことな。瞬間押すんやね。知らんかった。カメラを使用して新しい対象を選択できます。カメラの相対標準設定も購入すると同じスティックで対象の選択とアバターの色を行うことができます。どっちでもいい。なるほど。そういうことか。ほー。いや、楽しいやつ。おお、お、そんなことできるんや。へえ。想像以上に荒っぽかったな。悪かったな。あ、R 長押ししてたわ。それ何もならんわけやな。ああ、あそこか。あ、こっちか。だいぶ近くに来た。もうすぐだ。もうすぐか。いや、まさか初手で変な積み方をすると。転ぶんじゃないぞ。一瞬忘れた。転ぶんじゃないぞ。おお、すげえ。
おお、やば。もう少しだぞ。もう少しか。そうか。フィグ先生についていく。ついてきた。これは何のためにこれを。おそらく秘密を守るためだろう。ポートキーを使ってまで隠す秘密。何でもいい。怪しいものはないか調べてみよう。調べてみよう。ミニマップにはあなたを中心に周囲の状況が表示される。このマークが現在の目標。調査確認できると OK。 うん、これかちゃうやんけ。ちゃうやんけって調べる。先生、何かの壁画みたいです。うん、主は名のある占い師か。面白い。うん、え、あ、まだ他にあるって。え、どっから行くんかな、これは。え、へへ。あ、こっちか。なるほどな。ほい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 。いや、いいね。魔法の結晶か。一体何を塞いでるんだ。これはフィグ先生。来た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 。奇妙だな。なぜこんなところに魔法の石を出現させたのだ。さあ、近くに部屋があるのも変ですね。部屋だろ。もう私には見える。またあの光、ポートキーの箱と同じ。ポートキーの力でフィグ先生と二人で好きな岸壁へと飛ばされた。なるほどね。探索しなければならない。調べよう。ならば。一体なんだ。なんだ、知らんがな。あ、なんと。ここは信じられん。調べる。驚いてます。夢じゃないよな。ああ、少々お待ちよ。寝すぎじゃね。ようこそ、グリンゴッツ魔法銀行。12番の金庫で合ってますかな。いかに。うろたえない。鍵はお持ちで。鍵。ポートキーでは。ああ、持っていると思う。ではこちらへ。離れるなよ。いやー、怖い怖い怖い。おお、すごい。お先にどうぞ。指を失いたくなければ両手をトロッコから出さないように。マジか。
と実際に順番金庫はかなり奥の方でしてな、ここはロビーの真っ直ぐなのですが、手間ほど新しいものです。グリンゴッツでは専用の入り口が普通なのか。いいえ、違います。大きな富か力、あるいはその両方を持った方だけの特例です。息を吸ってください。なんだ、あの滝では雨流し、安全対策だな。もしかして盗み落としの滝をご存知でしたか。話して。ここからは仮想金庫となります。どこまで降りるんですか。順番金庫は400年以上前にグリンゴッツが設立された頃から使われております。東方の最も奥にあるのです。ですので少々距離があります。へえ、やばいなこのゲーム。何番だ。12番だ。とうとうこの日が来た。行っていいぞ。なんだ先生、さっきのゴブリン、腕輪が光ってました。あのポート系の箱のようにか。もっと暗い。ドラゴンの首輪と同じでした。どうされました。さっきのゴブリンが怖かったんだ。彼は一番古い区画の見張りでしてね、めったに人が来ないのです。到着です。フィク先生についていくんやろ。人が来るのはいつ以来だね。あの受付には数百年間ゴブリンが座っていましたが、その間誰も12番金庫を訪れていません。今日が初めてです。へえ。ありがとう。ん？なんで俺を入っていけない？ああ、さあ、あとからかい。入った途端に閉じ込められたりはしないよな。どうすればいいんでしょう。わからん。君、すまないが。10番金庫には鍵を持つ方を中にご案内したら扉を閉めろとの指示がありますので。待て。あ、ほらー思った通りやん。先生、ずいぶんなもてなしじゃないか。どうするか。ここにはきっと何かがある。レベリオの出番か。レベリオ？ああ、出現呪文だ。こういう時に使える。鬼が出るか蛇が出るか、杖を構えて集中したまえ。なんだ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 。呪文を取得するには L で杖をしっかり持って呪文の指揮をなぞりましょう。はぁ、入力を表示されたら対応する操作をすれば、指揮をなぞる杖の動きを加速できます。下手くそー！え、何どうすんの？無理！えぐいよ。ああ、そういうことね。まあ、なんとなく分かったかもしれない。レベリオ。あった。何か見えました。近くまで行って調べてみよう。ほう？
何を見、何が？どこ？どこ？違かった。